はい、どうもヒデです。こんにちは。今回はね、コメントでリクエストのあった2023年の新製品を予想していこうと思います。まあ、と言ってもね、新製品の予想なんて、まあ、できませんよ。まあ、たくさんの YouTuber の方が、まあ、新製品、まあ、ブロガーの方もですけど、予想して、次はこれが出るんじゃないかなっていうことをね、お話しして、まあ、いやらしい話ですけど、再生数をね、稼いでる方が、まあ、おられるんですが、まあ、でもね、やっぱりそういうのをね、予想して、妄想して、楽しむっていうのも、すごい楽しいことなんで、まあ、僕はそういうのは否定しないんですが、まあ、僕はそういうのはね、結構、あんましないんですよ。現実的なんで。まあ、新製品を買うか買わないかも、まあ、そもそも、自分の釣りに必要か必要じゃないかで、買い足すか買い足さないかっていうことを決めるんで、まあ、そもそもね、毎年、スペックの違う、まあ、リールが出てくるじゃないですか。まあ、ラインキャパとかだったりね、変わって出てきたり、まあ DC じゃなかったものが、まあ DC になって出てきたりとか、まあするわけじゃないですか。だから毎年毎年ね、自分に必要なものが出てくるかって言われたらそうでもないし、長いことやってるから持ってるんで、まあそう、新製品っていうものが気にならないタイプなんですが、まあ今回はね、予想して楽しみたいと思います。まあでもね、僕、島の派なんで、島野さんが大好きなんで、他のメーカーのことはね、一切、まあ、わからないとは言わないけれど、正直、わかりません。そもそもね、島の派といっても、島野さんのね、新製品の予想もできません。わかりません。わかったらね、そもそもダメなんですよ。わからないようにやるんです。流出してはね、ならないものなんで、そういうのもね、社外秘っていうものなんでね。まあ、漏れることもあるかもしれませんが、基本は漏れないので、漏れてはいけないものなので、わからないんですが、まあ、島野さんの予想だけをね、今回させていただこうと思います。まあでも、本当にわからないんで、次はこれが出るとか、言えないんで、適当なことは言えないなと思うんで、僕はそう思う。まあ別にね、新製品予想してる人たちをディスってるわけじゃないけど、わからないっていうところがね、まあ本音ね、かな、僕としては。やっぱり、わからんだろうっていうのをね、ちょっとね、そういう YouTuber の方にも思ってしまうところがあるんですが、アンチか、お前はっていうことになってしまいますから。僕がアンチになっちゃう。まあそういう話はね、どうでもいいですね。ですね。特許出願している。今ね、出願しているものっていうのが、まあ見れるわけですよ。別に島野さんに限らず。そこを見ると、まあある程度予想できるんじゃないかなっていうふうに思います。なので、ちょっと引用ってすごいね、難しいルールがあるんで、まあ、極力避けたいんですけど、皆さんに伝わらんと思うので、画面の上の方に、ちょっと小さく引用させていただきます。上に貼っときます。貼ります。で、その特許出願されているものの中に、リール精度調整システムっていうものがね、あるんですよ。もう聞いたらピンときますよね。これ DC のユニットが変わるよねっていう、まあ話なんですけど、これね、夏にね、まあ、出てたんですけど、2022年の12月8日でもう一回出てるんで、まあ多分通らんかったんだと思います。だからもう一回再度ね、出願してるんだと思います。これがね、まあ、簡単に言うと、まあ有線で繋いで、自分だけのデジタルコントロールのリールを作っちゃおうっていうものになるんですよね。すごい近未来の、まあ、リールになってくる
ていうのが、まあ、想像できてすごいワクワクするんですけど、気になる方はね、まあ、あのコメント欄と概要欄にね、まあ、貼っとくんで、まあ、気になる方はね見てください。で、まあ、今画像上の方に貼ってると思うんですけど、まあ、これにね出てる図がね、まあ、このリールに似てるわけですよ。スコーピオンに似てるわけですよ。でも DC ってね、21年に出たじゃないですか。出たばっかりじゃないですか。すぐまた DC が出るっていうのは、まあないかなと思っているんですよ。でね、15年モデルとメタニウムがこちらにありますが、メタニウムはまあ20年でモデルチェンジして、22年で、まあ、オプションでついてた、夢屋さんのシャロースプールとか、加えて、ギアの素材も変えたりとかして、ちょこちょこっと、まあ、仕様変更して、よりトーナメンター向けなリールっぽい感じで、まあ、あの、ちょっとリメイクして、シャロースプールが入って、シャローエディションって感じな、まあ、状態で、まあ、発売されてますが、根本的なね、形っていうものが、まあ、変わって、まだ DC っていうのは出てないですよね。そもそも、この DC が15年モデルなんで、もう相当出てないですよね。まあ、この前のモデルが、8年モデルっていうことで、まあ、ここの間にも7年あるわけですよ。08の DC から15の DC まで、まあ、7年あって、まあ、今何年経ったら7年ですよね。じゃあ来年ぐらいにはそろそろ DC 出ないとっていう感じにはなってきますよね。まあ、通常のベースとなる、まあ、モデルが、まあ、今存在、新しいのがしてるわけで、20年モデルっていうものが存在してて、まあ、シャロスプルが入った22年モデルっていうものが出てるなら次はね、DC でしょ。今でしょ。っていうふうに思うんだけど、まあ、この特許の出願が12月8日です。新たに出てるってことは、正直2023年に出るっていうのは、かなり厳しいと思う。怪しいと思う。でも、ま、シマノさんの新製品っていうのは、年が変わってすぐ出るようなものじゃなくて、ね、5月ぐらいとかに、販売されるっていうのが、まあ、シマノさんだから、まあ、ありえなくはないよねっていう、ニュー DC 誕生ってなるかもしれないよねっていうとこですよ。まあでももうね、特許出願中だけど、まあ、リール発表しちゃうのかっていう風になっちゃうよね。だから23年には厳しいのかもしれないけど、まあ僕の予想は、図で言うとスコーピオンの DC なんだけど、スコーピオンの DC は出たばっかりだから、まあ順番的に言ったら、メタニウム DC かなと。アンタリスの DC も出たばかりだし、どう考えてもそろそろこいつを出さないといけないよねっていうことで、メタニウム DC ということで、よろしいでしょうか。で、まあ、他にもね、特許っていうものがまあ出てて、まあ、バスフィッシングで言ったら、まあ、リールシートがね、より安定して、まあ、あのリールがガタつかないようにするような構造にね、まあ、変えようとしてるっていうのがわかる特許のね、出願がされてるわけですが、まあそれに関してもね、エクスプライド、ゾディアスっていうものは、まあ、22年、今年出たばっかりなんで、まあそこが出るっていうのはまあ考えにくいんですよね。まあ一部モデルでちょっと変更して出すっていうのはもしかしたらありえないことはないかなっていうふうにも思ったりもするけど、まあないでしょう。うん。ないでしょう。だからロットはないんじゃないかな。その他のモデルが変更、リールシート変更して新たに出るっていうのも、ないんじゃないかなっていう。仮に出るとしたらバス用じゃないのから
先に出るんじゃないかなっていうふうには思う。まあそんな感じですかね。特許からしか僕は予想ができません。で、特許、これぐらいですかね。目星のは予想できそうな素材になるのはこれぐらいでしょうかね。で、まあこちらの新しく出願されている DC、まあ有線とつないで、まあここにね、自分でスマートフォンつないで、自分でデータ取って、自分だけの最適なものにするっていうものですけど、実際これはね、僕が懸念するところがあって、文を読む限りはオートの設定があるんですけれども、まあ、そもそもね、村田はじめさんとかがね、まあ、散々、腱鞘炎になりながら、テストをしてくださってたところだったり、まあ、契約プロスタッフさんがね、キャスティングを重ねていたところを、自分で、そのテストをするようになるっていうのは、まあ、いかがなものかなと。正直、これは新しくなってもほとんどのユーザーにとってはオートセッティングのままでやるようになるような気がするんで、従来の DC とさほど変わらないのではないかと。まあ、DC もね、まあ、現在まででね、もう相当煮詰められてるんで、もうできることがないのかなっていうふうに感じるわけですよ。だからそこは最後はもうここに自分のリードを作るっていうところの領域になってくると思うんですけど、すげえ時間もかかると思うんですよね。データ取りしてそこからね、自分だけのリードを作るってなると、まずルアーを何投げるかっていうのでも変わってくるし、竿をどの竿に乗せるかっていうのもね、大きく変わってくるじゃないですか。ラインを何を選ぶかとか、すごい専門的な知識経験っていうものが要求されることを自分でしなければならなくなるっていうことですよね。だからまあエキスパート向けのね、さらにその向こうに行く、まあメーカーが好きな人には喜ばしいリールになってしまうんじゃないかなと思うから、多数のユーザーにすごいメリットがあるようなものにはならないかなと。まあでもね、 DC 自体にメリットがなくても、まあそもそも技術がどんどん進歩していくわけですから、それ以外の面でも新しいことによって新たな機構が導入されたりとかね、どんどんされたりとか、いろいろ見つめ直されてやっぱり良くはなっていってると思うんで、全くね、仮に DC が発売されてもどうなんかなっていうことには絶対ならないんですけれども、まあ持ってる人はね、出てもどうなんかなっていうふうに感じちゃうところはね、ありますよ。島田さん。だからもう、これだっていう絞って、まあ、竿、ライン、ルアー、それに合わせてね、セッティングを出す、煮詰める、出ますってなっても、ね、たくさんのデータが必要になってきて、たくさんのルアーでね、まあ、試さないといけないわけじゃないですか。ロッドも変えれるようになるわけじゃないですか。ラインもなんなら変えれませんよね。ライン変えたらまたちょっと変わってくるわけで、もう一回やり直しってなっちゃうわけで、いろんな要素が変わると、まあ、やり直しになっちゃうわけじゃないですか。まあ、それって結構大変ですよ。そんなに時間がある人ばっかりじゃないと思うんで、月に何回かね、しか行けないっていう、忙しい中、ね、見繕って、時間を見繕って、まあ、釣りに行くっていう方がほとんどだと思うんで、正直そんなのやってたら、釣りになんねえよっていう。釣りする時間ねえよと。魚釣る時間ねえよって。なっちゃうと思うんだよな。だからもっと、僕は、違う方向でって思うけど、まあ遠心のインフィニティも出来上がってますしね、これ以上どうすることもできないと思うんで、DC 詰めるかなっていう感じなのかな。まあすげえ短いんですけど、以上です。なんか予想っていうよりは、まあ予想はしたけど、その次の DC が出るのがちょっと不安材料が残るなっていうような話になっちゃいましたが。
まあ、これで終わらせてください。僕に予想できるのはこれぐらいですね。予想する材料がないんで。ではね、次はスキッピングのオープンウォーターでの有効性についてね、ちょっと雑談していこうと思います。まあ、絵に描きながらやっていこうかな。